医学生理学賞に決まった北里大学の大村聡さんに続く連日の快挙に梶田さんの地元の埼玉県だけでなく列島が歓喜に沸きました。ノーベル賞号外です。どうぞ。日本人賞です。どうぞ。ノーベル賞号外です。あ、まただ。また日本人賞です。どうぞ。まただよ、いや物理学賞だよ。すごい。これ物理だ。昨日はいいじゃん。いるよね。いいやね。いや、もう本当に嬉しいですね。誇りに思いますし、自分が日本人でよかったなって本当に思います。理系離れが叫ばれてる中、どんどん活躍してってほしいですね、はい、天才肌ですごくこうずば抜けて勉強ができるっていう感じではなかったので、本当にむしろ大学や大学院ですごく努力されたんだというふうに私は思ってます。加藤先生、ご受賞、ノーベル賞ご受賞おめでとうございます。後輩としてとても誇りに思っております。これからも頑張ってください。頑張ってください。もう埼玉大学の OB にはすごい方がいて、ノーベル賞に近い方がおられるっていうのを前々から聞いていたので、いつ取るかいつ取るかっていう話だったので、まあ、今取れて本当に嬉しく思っています。将来やっぱり自分を取らないとダメですね。もう梶田先生に続いてすごい感動していて、もう研究室で見てたんですけど、もう一人二人で見てたんですけど、もう騒いでしまって、やっぱ嬉しかったですね。本当狭いところに。なんかやつすぐ電話かけてきたからね。どんな報告がありましたか。だってニュースでそんなの聞こえてるでしょ。だからよかったねって言った。世界的に認められるようなユニークな実験だという証になったんじゃないですか。